岩宮武二は、日本の写真家、プロ野球選手、鳥取県出身、米子紹介子学校卒業。プロ野球、南海ホークスに保守として入団するが、体を壊し退団。短編写真クラブに入会し、安井中地、上田美山らと知り合う。第二次世界大戦での出生を経て、戦後にフリーカメラマンとしてスタート。日本の伝統美を追求する作品を発表した。 1966年、大阪芸術大学教授、写真集、京京都院京都で、毎日芸術賞受賞。1969年、宮廷の庭1.23で、芸術戦勝文部大臣賞受賞。写真集は他に、アジアの仏像などを出版した。1975年、京都の庭シリーズの写真ネガを預けていた、出版社に、男が押し入りネガが盗まれた。 出版社は、岩宮に500万円の賠償金を支払ったが、これを知った男が、岩宮を脅迫して賠償金を奪おうと計画。東アジア反日武装戦線明で、岩宮に脅迫状を送りつけたが、男は翌年までに警察に捕捉され、書類送検された。単独犯であり、過激派などの背後関係はなかった。コトバンク朝日新聞社。 2013年7月9日閲覧。ありがとうございます。